はいきます。よーい。カメラ OK、 フォロー OK、 役者 OK、 よーい、スタート。どうも皆さん、こんにちは。監督ラボの監督です。こちらでございます。表、サムキョ、オープン、トリセツ、すべて日本語、レシピ本、こちらメニュー、ポテトフライ。めちゃくちゃありがたいレシピが入っております。正面、裏、サイド、上、中敷き、トレー、こちら足、滑り止めのゴムがついております。大容量家族向けサイズ。はい、こちら作りとしても開け口が広く作られております。 6.2リットル、大容量2人から6人、家族向けの設計商品です。円形型と比較して長方形デザインはより多くの食材を効率的に入れることができます。横27センチ、縦32センチ、奥行き34センチ、重さは約5キロです。操作は超簡単。こちらのバスケットに食材を入れ、温度と時間を設定するだけ。余計な操作をすることなく、完全自動で快速調理をしてくれるので、調理レパートリーが大幅に増加します。温度範囲は40から200度。時間の範囲は1から60分。細切りポテト。ポテト。電源を押します。ポテトを押します。自動的にこれが変わります。はい。200度で25分。あとはただ待つだけです。パリパリで美味しい。あ、いいね。8つの多機能プリセット。簡単操作に加え、8つのプリセットを搭載。ポテト、鶏肉、ステーキ、エビ、野菜、トースト、魚、冷凍商品など、様々な料理メニューがございます。また、自分に合わせて時間と温度を設定できる便利なお気に入り機能も搭載。さらに、注目すべき点は、調理のために食材を裏返す必要があった場合、エアフライヤーがお知らせするシェイク機能を搭載。例えば、ステーキを裏返す際のタイミングを教えてくれます。便利なタッチパネル式。残り時間等を目視できる LED ディスプレイと分かりやすいタッチデザインが採用されております。透明な貸し窓デザイン。ボタンを押すことで内部ランプが点灯、食材の調理状態を一目で確認できる仕様です。お手入れ超簡単。この商品の最大の特徴、それは油を使用しないため、落ちにくい油汚れを心配することなく、濡れた布でサッと拭くだけ。さらにこちらバスケットとクッキンググリッドは、ここゴム製です。四隅にゴムがついております。こちら食器洗い機も対応しております。
安全面について PSE 認証済みのため安心して使えます。加熱保護機能搭載、加熱や可燃流などの異常事態を検知してくれます。カゴを開すと調理が止まり、戻すと途中から再開するメモリ機能を搭載。いかがだったでしょうか。毎回準備と後処理が大変で避けてきた油料理もこれ1台で解決。実際に何品か作ってみましたが、めちゃくちゃ使えました。8つのプリセットもとても便利で、あれこれ悩まず食材を入れて、ただボタンを押すだけ、手間いらずで簡単にヘルシー料理が食べれる、ほんと魔法みたいな商品です。今回紹介したこちら、大家族用以外にもサイズそしてカラーは2色出しております。ぜひ時短&ヘルシー料理の世界へ足を踏み入れてみてはいかがでしょうか。今まで自分でやっていた油を敷いて、油跳ねを拭いて、油の処理をする一連の流れ、ズバリ言いますが、もうあの頃には戻りません。サムキョエアフライヤー F60、 興味がある方はぜひ詳細をご覧ください。監督ラブの監督でした。また次の動画で会いましょう。すでに圧力鍋は持っていましたが、このエアフライヤー揚げ物ポテトに強いのは個人的にめっちゃいい。本番いきます。よーい、いきます。サムコ、サムキョ、サムキョキャラキャムキャッキャッキャッ、白く作られ、さらに注目すべき、すでに圧力ま、うーん、